俺は俺の好きにやる。抹茶パフェ最高だったな。あのカフェがあるっていうだけでサウスの担当になれてよかったって思えるよ。またパトロールの日にでも行ってみよう。俺はパス。どう考えても俺たち向けの店じゃなかっただろう。女の客ばっかで浮きまくってたし。そんな場所で甘ったるいパフェ食いながら美味しいとか言えるお前の感覚にびっくりだよ。ある意味俺より度胸があるよな。もう慣れちゃったんだよ。美味しいものを探しているとああいうお店に行き当たることが多くて、アキラも何回か行けば気にならなくなるよ。あのホットドッグ気に入ったんだろ。文句言わずに完食してたし。アキラって気に入ったものは嘘でも悪く言えないもんな。店に入るのは勘弁しろ。ウィルが言ったついでにテイクアウトしてきてくれ。一緒に行こうよ。いやあ、ブラッドじゃないか。久しぶりだな。パトロール中かい？やだ、本当？ブラッド様がいるわよ。お、なんだ、なんか群がってきたぞ。オスカーから学んだだろう。市民へのサービスもヒーローに求められる役割の一つだ。笑顔で対応しろ。え？笑顔？ブラッド様、パトロール頑張って！ああ、ありがとう。励みになる。なんだその顔は。笑えと言ったはずだが。いや、さすがに今のはスルーできねえだろう。今からメンターリーダーのところに行って直訴してやるからな。その辺にしとけよ、おぼっちゃん。そんなんじゃ組織全体からめんどくさいやつ認定されて、この先やりづらくなっちまうぞ。あと、知ってんのか知らねえけど、一旦所属セクターが決まると移籍するのに最低3年はそこにいなくちゃならねえって決まりもあるしな。ちょっと待て、なんだよこれ。何が起こってるんだ。ああ、これは俺の能力だ。サイコキネシスって聞いたことあるだろ。こういう時すっげえ役に立つんだよな。電気のスイッチを押すのが面倒な時とか、酒を取りに行くのが面倒な時とか、そういう時にも重宝する。ルーキーに向けて使うなよ。で、話せこのクソジジイ。まだジジイって呼ばれる年じゃねえっつうの。一応俺もこの仕事で食いつないでいかなきゃなんねえからさ、困るんだよな。まあ、ギャーギャーわめかれると。しかも今期のリーダーはブラッドだし、表向きだけでもちゃんとしとかねえと、すぐペナルティーだとかなんとか言ってきそうだろ。だからあんまり老いたが過ぎる場合は、俺がお前らにペナルティーを課すことにする。どうしよっかね。ただ捕まえるだけじゃ面白くねえし、外を出歩けねえように身ぐるみ剥いじまうか。ああ、女装させるってのもありだな。確か大昔に買ったウェイトレスの衣装がどっかにあったはず。女装？てめえ気色悪いこと言ってんじゃねえぞ！なんだよ。人を殴ったのは初めてか？ショックで動けなくなったとか言って笑わせんじゃねえぞ。グレイ。謝るなら今のうちだぞ。俺を怒らせたらただじゃ済まねえってことはてめえがよーく分かってんだろうが。おい、ギーク。黙れ、豚野郎。は？ああ、聞こえなかったのかよ。黙れっつったんだよ、豚野郎。てめえ。
ダセーかっこざまあねえな。どうだ俺にギークにぶん殴られた気分は。ふざけんじゃねえぞてめえ、絶対に許さねえ。絶対に。なんだって。ほらほら、なんか言ってみろ。何にも聞こえないぜ。グレイ、やめなよ。何やってるの、グレイ。おい、どうして俺の隣に来る。別にお前の隣に来たかったわけじゃねえよ。いつもこのマシンで腹筋から鍛えてるんだ。もう少し気を使えないのか。気が散るだろ。はあ？なんで気使わなきゃなんねえんだよ。つうか、こんなんで気が散るとかわけわかんねえ。ちっ、こいつに気遣いなんて求めるだけ無駄だった。先に言っておくが、俺は次に背筋、それから足、腕と鍛えるつもりだ。あえてかぶせてきたりするなよ。いや、ちょっと待て。俺もその順番でやるつもりだ。はあ？なんて同じ順番なんだよ。お前俺のことストーキングしてんのか？な、誰がお前なんか。別に同じでも構わねえけど、ストーカーならストーカーらしく後から来いよ。全部俺が先にやってやるぜ。ふざけるな。俺が先だ。やる気のねえクソ DJ と離れ離れになってせいせいするぜ。おちびちゃん大丈夫？兄ちゃんにラブコールできなくてホームシックになっちゃうんじゃない？そこら辺の説明、俺から班の人たちにしておいてあげようか。はあ！そんなの必要ねえし、電話できねえってだけでホームシックなんかなるわけねえだろ。たった一週間、たかが一週間、ほんのちょっとの間だし、寂しくなんかねえよ。てめえバカにしてんじゃねえぞこら。まあ何やってんだろう。いつからこんな風になった。やだ、帰らない。お兄ちゃんといる。フェイス。久しぶりにお兄ちゃんと会えて嬉しいんだよな。フェイス君は本当にお兄ちゃんが大好きなんだな。うん、大好き。お兄ちゃんのどこが好き？かっこいいところ。何でもできて、優しくって、強くって。俺のお兄ちゃんは世界一かっこいいんだ。おお、すごいベタ褒めだ。でも俺から見たブラッドもそんな感じ。フェイス君のお兄ちゃんはアカデミーでもすごく人気者だよ。フェイス君嬉しそう。とお前たちは。ブラッドが真っ赤になってる。そんな顔してるの初めて見たよ。面白い。もうやめてくれ。フェイスも、ほら、母さんが待っているぞ。これ以上困らせるな。お兄ちゃん、またすぐに会える？俺と遊んでくれる？ああ、近いうちに実家へ顔を出す。その時はお前の好きなことをして遊ぼう。お兄ちゃん大好き。
ラブ&ピースって素敵な言葉ですね。意外、そこで照れるんだ。ほんとほんと、ちょっと意外。俺っちも今日くらいは派閥を移ってあげてもいいよ。イエーイ、ラブ&ピース。ビリーが言うとかなりうさんくさいよね。DJ に言われたくないよ。そうだ、一回言ってみて。どっちがうさんくさいかジャッジするから。お断りします。こんなところで会うなんて奇遇だな。どうしたんだ。こんなところ、ここは俺たち研究部が占有している階だよ。ああ、ノバさんに何か用か。なら遠慮しなくていいよ。俺はもう済んだところだから。違う、そうじゃない。ん？その、ここに用はない。なるほど。本当はどこに向かってたの？あ、もしかしてレン君迷子になってたのか。レン君、実は方向音痴なんだよね。すごく意外な感じだけど、いいギャップだと思うよ。なるほど、確かに意外だな。でも俺も面白いギャップだと思う。そんなフォローは必要ない。それに、迷子になったわけでもない。そっかそっか、ちょっと降りる階を間違えちゃっただけだよな。で、どこに向かってたんだ？ジムだ。ああ、ジムに行くなら向こうのエレベーターに乗らないと。こっちのは高層階にしか止まらないから。俺もちょうど下に降りようと思ってたし、一緒に乗ってあげるよ。別にいい。何階に行けばいいかだけ教えてくれ。いや、わざわざ違うエレベーターに乗ることないだろ。ほら、一緒に行こう。少なくとも俺はマリオンのことを失敗作だなんて思ってないよ。マリオンは強い。誰よりも強いじゃないか。今日だってそんな大怪我を負いながら俺のことを助けに駆けつけてくれた。本当に誰より強くてかっこいいヒーローだよ、ノバ。それとマリオンはヒーローである以前に俺の大切な家族だ。そこに失敗成功なんていう概念はそもそもないんだよ。先天的にヒーロー能力を持って生まれたのはマリオンの個性だ。血液に異常があったり、たまに暴走しちゃうのも大事な個性。全部ひっくるめて、俺はマリオンのことが大好きだよ。え？何？マリオン泣いちゃった？泣いてない。僕が泣くわけないだろ。そっかそっか。じゃあそういうことにしとこう。そういうことにしとくってなんだよ。ありがとう。本当にありがとう、グレイ。ビリー君？ビリー君、なんで急にゴーグル？なんかちょっと邪魔だなって。俺、嘘をつくのは得意だけど、それって多分このゴーグルのおかげっていうのもあると思うんだよね。目は口ほどに物を言うって言うでしょ。レンズを一枚挟んでると他人に本心を見抜かれない自信みたいなのが湧いてくるんだ。そうやってグレイに対してもずっと本心を隠して嘘をついてきた。だけど今伝えたい気持ちは、
ありがとうっていう感謝の気持ちは紛れもない俺の本心から出た言葉。あんなことしておいて今更だけど、こうすれば少しは伝わるかなって。ビリー君、ありがとう。俺のこと友達だって言ってくれて、助けに来てくれて、たくさん嘘ついたのに信じてくれて、傷つけたのに許してくれて、おかえりって笑顔で迎え入れてくれて、俺本当に嬉しかった。ラブ&ピース。